ます。2対2のチーム戦で15分間のうちチームで食べた量が多い方が勝ちの単純明快なルールですね。王者の意地を見せることができるか。その結果、驚異の4秒89。ラスカルさんの真骨頂はそのスピード。まあ、今ね、48巻完食されたんですけど、見てください、このタイム6分50秒弱。5分から食べ始めてるんで、まだね2分経ってないのにもうね48巻食べ終わっちゃったんですよね。300g のお肉が長めのフォークぐらいの時間で消えていきました。この全員参加のチーム対抗カレー大食い対決、いやこのガオという大会自体を締めくくるラストイートとなります。サムライティングをご覧の皆様、こんにちは、マックス杉でございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。そして今回ガオにスポンサードしてくださった薄毛治療の神話クリニック様、スポンサードありがとうございます。これからもフードファイト業界を盛り上げるべく、皆様に楽しんでいただける動画を制作していきたいと思っております。今後の活動についてですが、フードバトルクラブのような規模の大きい大会をこれからもどんどん開催していきたいと思っております。その中でぜひご協賛していただけるスポンサー様を募集しております。もしご興味のある方は概要欄にありますメールアドレスにご連絡ください。改めまして、今回スポンサードしてくださった薄毛治療の神話クリニック様、本当にありがとうございます。そして私事ではございますが、この度なんと2回目の植毛手術を受けることになりました。詳しくは概要欄にあります URL から飛んでみてください。以上、皆様へのご報告でした。じゃあサクッと始めちゃいますけど大丈夫ですか。はい、はい、お願いします。はい、では始めさせていただきます。はい、5、4、3、2、1、スタート。さあ始まりました、2 on 2焼きそば&カレー大食い対決。実況解説は私しのけんが務めさせていただきます。まあ、今回の対決ね、まずルールを軽く説明させていただくと、2対2のチーム戦で15分間のうちチームで食べた量が多い方が勝ちの単純明快なルールですね。チームの割り振りはゾウさんとラスカルさんがチームで、そしてエビマヤさんと私ヤムチャことしのけんがチームといった構成になってます。まあ、今回の戦いの大きな特徴はご覧の通り、ペアそれぞれで食べる食材が違うところです。まあ、ペアのうちね、1人がカレー、そしてもう1人がね焼きそばを食べるんですね。まあ、ちなみにこのカレーは皆さん大好きプリキュアカレーです。まあ、最近ねプリキュアが新シリーズを迎えてカレーの方も新しくなったんで、皆さんね良ければ買ってみてください。で話戻すんですけど、まあ、今回はねゾウさんとシノケンがカレー、エビメアさんとラスカルさんが焼きそばを担当します。まあ、ちなみにね両方とも1皿あたりの重量は 300g、 なお途中で食材を変更することはできないんで、まあ、担当の人はね15分間一生自身の担当食材を食べることになります。まあ、途中でねお互い隣の人が食べている食材が欲しくなってきそうですね。まあ、以上がね今回のルールの概要なんですけど、その説明をしている間にもすでにね白熱した戦いが繰り広げられてますね。 A チームが4皿、 B チームが5皿なんですけど、特に現時点でひときわおかしな挙動をしているのがゾウさんパクパク選手。まあ、この瞬間にね4皿目完食でね総重量は 1.2 キロなんですけど、皆さんねまだ2分30秒ですよ。もうカップ麺できる前にね皿4皿消えるの普通に考えておかしいでしょう。まあ、僕ねこの時点ですでにね1皿分差がつけられてるんですけど、別にねこれ油断してたとかじゃなくて、なんならねゾウさんがめちゃくちゃスピード速いってことはもう重々承知してたんで、かなりね急いで食べてたんですよ。あと先考えずペース上げちゃってるけど、ゾウさん相手ならこのぐらいでいかんとあかんやろって考えながらね、まあ、食べつつふってね横見たらねなんかゾウさんの皿一つ多いんですよね。まあ、当時何が起きているのかもう訳が分からなかったですよ。リアルヤムチャ目線。まあ、ちなみにね両チームともカレーと焼きそばでラップタイムがね倍ぐらい違うんですけど、まあ、これはね食べてる人というより食材による影響がでかいです。まあ、今回の食材であるカレーと焼きそば、まあ、どちらもね茶色く高カロリー、まあ、みんな大好きなね激うま食材であることは共通してるんですけど、ま
まあ、1点だけね、真逆な性質があるんですね。それはズバリ食べやすさ。まあ、カレーはね、皆さんご存知、もう一部の人からね、飲み物と立て祀られるほど食べやすい食材で、その食べやすさ、いや飲みやすさは全料理の中でもトップクラスに位置します。一方ね、焼きそば、まあ、こちらの食材はね、もう逆にワーストクラスとも言えるほど食べにくい食材で、まあ、大食いするにあたってね、非常に難易度が高い食材として我々の業界では有名です。なぜ同じ茶色なのにこうも違うのかなんですけど、もう一番の要因はね、水分量ですね。まあ、食材の難易度って基本的にはね、食材の持つ水分量の多さで決まります。まあ、水分量が多いとね、まあ、楽に素早く飲み込めるんですけど、まあ、水分量が少ない食材はなかなか飲み込めず、今回のようにスピードが要求される場合とか、あとね、お腹がいっぱいになってきてだんだんと飲み込む力が弱くなってきた時、まあ、水の力を借りないと厳しいケースが多いです。まあ、だからね、時間もかかるし、水の分余計なキャパも使うしで、ね、めちゃくちゃハードなんですよね。まあ、この戦いにおいても、カレーチームと焼きそばチーム、水の減る量が全然違うのがね、見て取れるかと思います。まあ、そしてね、やっとの思いで飲み込んだ後もね、水分量が少ない炭水化物の場合は、乾いたスポンジのことで胃の中で水分を吸って膨れ始めます。まあ、焼きそばとかね、チャーハンを食べた時、重量の割にお腹がパンパンに張ってしまうのはこれが原因です。もうね、説明すればするほど水分の少ない系の食材やばいですね。ここまでの説明を聞いて、まあ、カレーはね、飲み物やから水分が多いのはわかるけど、まあ、焼きそばってそんなに水分少ないんかって、まあ、疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。まあ、確かにね、炒めてるとはいえ、麺類やからツルツルっていけそうな気がしますよね。でもやっぱね、焼きそばはね、ちょっと別格なんですよ。もう麺類の中でも。まあ、理由は焼きそばに使われる麺にあります。まあ、焼きそばってね、基本的に蒸し麺っていうのを使うんですよ。まあ、よくね、スーパーの生麺コーナー行ったら置いてある、まあ、焼きそば用ってパッケージデカデカと書かれてる麺がこれですね。まあ、文字通りね、蒸された麺のことで、普通の生麺と比べて水分量が少なくなってます。まあ、こうすることでね、炒めた時、麺表面の水分を早く蒸発させて、外側を焦がしやすくしてるんですね。だから、冷やし中華とかと比較して、まずね、元の麺が水分量少ない上に、まあ、炒めた時にさらに水分が飛ぶんで、全然モイスチャーが違うんですよ。まあ、それによって生み出される香ばしさと弾力がね、焼きそばパイセンのいいところなんですけど、大食いチャレンジではその長所が脅威となって立ちはだかってきます。以上の説明からわかるように、まあ、カレーと焼きそばではね、本当に天地の差とも言えるほど難易度が違うんですよ。実際ね、もうあのヤムチャが、まあ、過去2度にわたってボコボコにされたエビマヨさんや大食い界屈指の実力者である、まあ、ラスカルさんよりもね、早く食べているという、まあ、異常事態が起こっていることからも明らかですよね。まあ、ちなみにね、ゾウさんはもっと早いです。このスピードはね、カレーにしてもおかしい。まあ、カレーはね、飲み物とはよく言いますけど、まあ、正直ね、飲み物のペースすら超越してる気がします。まあ、このね、食材によって全然難易度が違うという話。まあね、普段から大食い系の動画を視聴されてる皆さんからしたらね、ああまあそうやんなぐらいにね、感じられると思うんですけど、多分ね、一般の人はね、知らないと思うんですよ。てかね、食べ物の食べやすさとか考えてる時点でもう末期なんですけど、まあそのね、一般人の知識のなさにつけ込んで、俺の特製カレー 700g とお前のチャーハン 500g でどっちが早いか競争しようやみたいな感じで、まあ、一見ね、相手が得なルールと見せかけて、こっちが含有利な勝負を持ちかけるという、こすいことができるかもしれん。さあ、言うてる間に開始10分が経ちました。現在3サラサで B チームがリード。このさ、開始3、4分から変わっておらず、もう早食いもできるね、ラスカルさんとゾウさんが序盤ぶっ飛ばして稼いだリードをキープしているという展開ですね。特に僕はね、ゾウさんに2サラサつけられてしまっているんで、エビマヤさんには本当に申し訳ないです。いや、にしてもね、こういう勝負におけるラスカルさん、本当にね、落ち着いてるというか、経験の差を感じますよね。人によってはね、こんなにゆっくりで速いなら、もっと動作を速くしたら余裕できるんちゃうんと思われるかもしれないんですけど、まあ、先ほど申し上げたように、焼きそばってね、飲み込みにくい食材なんで、まあ、下手にペースを上げると、食材が下に落ちきらないままどんどん堆積していって詰まっちゃうんですよね。まあ、カレーみたいなね、もう飲み込みやすい食材だったら、もう IQ3 にして、ただ早く食べてればいいんですけど、まあ、焼きそばみたいな食材は、このジレンマがあるから難しい。だからね、食材がちゃんと
く落ちるようにこまめに水を飲んだり、まあ、途中ね止まったりしてケアすることは15分間焼きそばを食べ続ける上では非常に大切な行為です。まあ、しかもね普通の人ってまあ僕も含めてなんですけど、大体ねこうやばい苦しくなってきたから水飲もうとか、止まって食材下に落とそうとか、まあことが起きてからね、まあ、慌ててバタバタと対応する形になりがちなんですけど、まあ、ラスカルさんがすごいのは、まあ、そうなる前に定期的に水を飲んだり体を揺すったりして事前にケアをされているところ。これはね食材に応じて頻度とか水の量、休む時間を調節しながらやるっていうのはねなかなかできることではないですよ。まあ、しかもねその止まったりしてる際にもねこまめに周囲を見渡して状況を常に把握するという徹底ぶり、まあ、見れば見るほどねこの方の食べ方無駄がなさすぎます。目の前の食材に必死すぎて常に皿と顔面が密着している影響で視界がねお皿一色のうぷ主とは天と地の差ですね。そういや今回ね、おのおのが食べる食材っていうのは、まあ、各チームのメンバー間で話し合って決める形式だったんですよね。で、普通はね、まあ、おのおのの得意な食材、好きな食材を選んだりするんですけど、まあね、こんだけ食材の難易度が違うと、まあ、絶対カレーの方が楽で、まあ、焼きそばがきついのは明らかなんで、まあ、多分ね、心の中ではみんなカレーやりたかったと思うんですよ。で、まあ、ゾウさんとラスカルさんのチームがどう決まったのかはわからないんですけど、まあ、僕とね、エビマヨさんのチームは、まあ、エビマヨさんが、まあ、僕がちょっとプリキュアカレー食べた方が展開的に面白いという理由だけで焼きそばを引き受けてくださいました。その間わずか2秒。いやねこれ本当人のためにきついって分かってる食材を自ら行くってなかなかできないですよ。まあ、しかもねこういうのって、まあ、視聴者様から見たらね分からないわけじゃないですか。本当にねエビマヨさんの懐の広さというかもう寛大さというかもう感謝しかないです。対戦前から泣きそうでしたね。ゾウさんとラスカルさんの場合は、これはね、まあ予想ってか、まあ僕の妄想入るんですけど、まあなんとなくね、ラスカルさんがきつい焼きそばを率先して引き受けてくださったのかなって思います。まあ確かにね、ラスカルさん麺類お好きですし、まあ得意なんですけど、まあさすがにね、焼きそばは、まあ、好きとか得意とかでやれる次元を超越した食材ですし、まあ、ラスカルさん自身もねそれは重々理解されてるとは思うんですよね。まあ、これだけ言っといて実際はじゃんけんで決まってたとかなら笑います。さあそして14分経過、ラスト1分となりました。ここに来てエビマヨさんとラスカルさんの差が一気に縮まってきましたね。まあ、エビマヨさんってね今まで戦ってきた時もそうなんですけど、なんか15分だとね後半ペース上がってくるんですよね。最初から早いのに、まあ、彼女が30分とか45分とかで戦うとどうなるのか気になるところです。あとねゾウさんも地味にペース上がってます。これはねもうバグでしょう。普通ね食べるの早い人って後になるとペースをしてくるのが相場じゃないですか。もうチーターがね長距離走れたら環境をぶっ壊れるんですよ。マジで強すぎます。さあそしていよいよ残り10秒、両チームとも最後の力を出し切ります。行きます。さあスタート。おっといきなり餃子5個を口に含んだ。開始1秒でバケモンムーブ、4秒で5個の餃子が消えました。そして再び口に運ぶ餃子もやはり5個。こんな餃子の食べ方は見たことがありません。我々の知らない餃子の食べ方、これが早食い頂点の世界です。てか餃子5個に対して飲む水の量少なすぎませんかね。なんで5個の餃子を乾いた口の中を潤す程度の水の量で飲み込めるのかわけがわかりません。そしてここでフィニッシュ。結果は31秒46、わずか30秒で25個の餃子が消えました。見てる感じこれより早く食べようと思うと一気に10個ぐらい食べるか、なんか顔面2つぐらい用意しないと難しい気がしてきますが、これをどう破るのか山上選手。早食い対決もここまで来ると人間の可能性を追求する祭典みたいなね様相を呈してきますよね。
さあスタート。一気に5個いかずに2回に分けて食べてますが、飲み込むのはやはり5個、やはり5個ではないとダメなのか。まあ多分ね、我々が想像してた餃子対決って一度に 2,3 個の餃子をね、どれだけ素早く飲み込めるかを競うって感じだったと思うんですけど、まあなんかもう異次元すぎてね、5個秒で飲み込むのは大前提で、なんかどれだけ早く口に5個の餃子を運べるかの別ゲーになってるの面白すぎでしょ。さあそしてここでフィニッシュ、27秒66、マジで早すぎます。超える光景が想像できなかった。神山選手のタイムを 3.8 秒も上回る結果、目の前で人類の可能性が更新されていきます。ちょっと分が悪いなってやっぱり正直最初に思ったのがやっぱペヤング、やっぱ麺に関しては山根さんめちゃめちゃ強いよね。あの量でペヤングやったら本当多分0コマ何秒の差で本当勝つか負けるか、具合的にはちょっと難しいかなっていうちょっと考えがありましたね。温度がうまくはまれば勝てると思ってます。多分10、9、10、11秒あたり、温度はちょっと熱すぎても口に入れれないし、冷めすぎると逆にこう喉を通っていかないんですよ。その絶妙なペヤングってタイミングが僕はあると思ってて、その冷えすぎないで熱すぎない、まあ、その個人差あると思うんですけど、熱く感じない、熱く感じないぐらいのところで食べるのが一番タイムが僕は出ると思う。はい、そこですね。さあスタート。勢いよくペヤングをかっこぶく山上選手、一戦目のリードを守る。大変なことが起きました。完食時間6秒なんですけど、これにはさすがの神山選手も苦笑い。皆さんどうやら人間はペヤングを6秒で食べることができるようです。さあ後がない神山選手、王者の意地を見せることができるか。その結果、驚異の4秒89。この結果を見た山上選手、険しい表情になるんですけど、ここで一瞬笑わはるんですよね。やはり超えてきたかと。そう来なくっちゃ面白くないと言わんばかりのその表情からは、度重なる激闘の末に生まれたライバルの実力に対する圧倒的な信頼感がうかがえます。
カレーに関しては、まあ、残りの最後書き込みとかも含めて30秒いくかいかないか、20秒から25秒ぐらいなんじゃないかなと思って、最後のかき集め、そこのご飯のちぎり具合がうまくいけば同じぐらいのタイムになるかなと思ってます。完全に自分の自信ですけど、そこに関しては負けないから、単純に今まで何回かやってきた中での経験と飲む力に関しては多分俺の方が上なんじゃないかなとは正直思ってます。最終戦カレーライス 500g、 早食いの花形ともいえるこの食材、2人とも食べ慣れた食材がゆえお互いの全力がぶつかり合う形となるでしょう。さあフィニッシュタイムは11秒34。 500g のカレーライス、一般的なお店の何盛り程度の量があるはずですが、当然のように10秒ほどで溶けてしまいました。しかし少しカレーが残っているようです。冒頭でも説明があった通り、 15g を超えた分は 10g ごとに1秒ずつペナルティが加算されます。冒頭ではたった1秒かと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、ここまでご覧の方ならその1秒がどれだけ重いかもうお分かりかと思います。さあそして残った重量は 22g、 結果1秒のペナルティとなります。さあスタート、泣いても笑ってもラストバトル、現在の差が2秒65なので9秒59よりも早い、かつペナルティなしなら神山選手の逆転勝利となります。さあここでフィニッシュ、結果は10秒77。この時点でペナルティの有無に関わらず山上選手の勝利が確定いたしました。しかしその差は 1、2秒、勝利数で言えば神山選手が上と、一瞬の判断で結果が入れ替わりかねない非常に熱い戦いとなりました。毎度おなじみ天の声です。今回紹介するのは薄毛治療のプロフェッショナル、神話クリニックさん。あの大食いファイターのマックス鈴木さんも自毛植毛手術を受けられたクリニックさんで、見事髪の毛を手に入れた後さらなる増毛を求め2度目の手術も受けられるそうです。自毛植毛の効果で変化が一目瞭然。少しでも悩んでる方がいらっしゃいましたら、ぜひ無料のカウンセリングからでも相談してみてください。薄毛治療の神話クリニック。5、4、3、2、1、スタート。
さあ始まりました、3対3のはま寿司大食い対決。ルールは制限時間15分で、先にね1皿24貫のお寿司を15皿計360貫全て食べきったチームの勝ちという至ってシンプルなものなんですけど、1点だけね特殊な点がございます。まあもうね説明あったかと思うんですけど、おのおのねスタートするタイミングが違うんですね。開始時点は私、しのけんと今井さん、そしてね5分後残り10分の時点でガルさんとラスカルさん、そして最後の5分で山上さんと神山さんが参戦します。まあ、これ見てね勘の言い方ならお気づきだと思うんですけど、中距離、長距離、短距離、おのおのがね一番得意な距離で戦うように組まれてるんですよね。まあ短距離、中距離、長距離、全部ね高水準でこなせるラスカル様のようなねオールラウンダーもいらっしゃれば、短距離も中距離も微妙やから消去法で長距離に立ってそうなシノケンとかいうようわからんやつもいるんで、まあ、完全にね得意距離で割り振られているかというと、まあ、諸説あるんですけど、まあ、雰囲気得意距離で戦っていると捉えてもらって大丈夫です。まあ、ちなみに寿司ネタはこれ出されてる、今出されてるねマグロ、サーモン、ホタテ、卵っていうのは各ね1皿24貫ずつあって、食べる順番今言ったマグロ、サーモン、ホタテ、卵の順番で固定です。で、まあ、この24貫4皿計96貫を食べると、まあ、控えに穴子24貫、そして穴子と卵が12貫ずつ乗った皿、そしてマグロ、サーモン、ホタテが8貫ずつ乗った皿の、まあ、3種類の、ね、皿があるんで、まあ、それがね今言った順番で出てきます。まあ、ちなみにねこれら1皿ずつしかないんで、もう一番最初にね96貫食べきった人だけがねもう唯一無二の穴子24貫にたどり着けるんですよ。なんでエビマヤさんのチームはこの穴子24貫を誰が取るかで、まあ、チーム内でもね争っていたそうです。まあ、そうするすることでねチームで食べた数は上がっていくんで、結果往来かもしれませんね。さあルールの概要を説明し終わって、だいたい3分ちょっとエビマヤさんがここで48貫を食べ終わり、3皿目のホタテに移ります。ちなみに私ヤムチャ少し前にホタテゾーンに突入してたので、だいたいね半皿12貫程度 A チームがリードしている展開となっております。ガオーゼロ勝の男にしては珍しくね検討しているように見えますが、まあ、普段からねご覧の方なら分かると思うんですけど、エフェマヤさんってね後半上がってくるタイプなんですよね。なぜか開始1分のタイムよりも10分経過した時の方がラップタイムが早いとかいうとんでもムーブをね、まあ、平気で行ってくるお方なので全然油断できないです。さあそしてシノケン72貫完食、卵ゾーンに移ります。今回ねこの卵がもうダントツでクセモノで、ネタがでかい、食材自体が飲み込みづらい、結構お腹にたまるという、もう苦戦要素の数え役場みたいなスペックしてます。マジでね体感卵1貫で他のお寿司2貫ぐらいの戦闘力を誇ってる気がします。味はねもううまくて、個人的にはめちゃくちゃ好きな寿司ネタなんですけど、まあ、この時ばかりはね黄色の悪魔でした。さあ言うてる間に開始5分が経とうとしています。残り10分、この時点で中距離適正 S ランク A チームからガルさん、 B チームからはラスカルさんが参戦。まあ、ちなみに中距離は食材にもよりますが、だいたい5キロぐらいを指します。まあ、A チームのガルさんはねもともとはデカモリングっていう大食い系ブロックから始められた方で、まあ、最初はねキャパは 2,3 キロとかだったんですけど、まあ、各地のデカモリを食べてブログを書いているうちに気づいたら6キロ7キロ食べられるようになってました。まあ、そうはならんやろって感じなんですけど、まあ、実際に、ね、なってしまったんですよねこれが。まあ、よくねどうやったら大食いになれますかって質問される方いらっしゃいますけど、まあ、ひょっとしたらブログを書くのも一つの手段なのかもしれません。では B チームのラスカルさん、まあ、この方はねおそらく説明不要でしょう。まあ、皆さんご存知、とんでもない量笑顔で食べきることが特徴の圧倒的な実力を持つお方なんですけど、ラスカルさんの真骨頂はそのスピード。まあ、今ね48巻完食されたんですけど、見てください、このタイム6分50秒弱、5分から食べ始めてるんでまだね2分経ってないのにもうね48巻食べ終わっちゃったんですよね。やばすぎでしょ。まあ、画角から消えて、まあ、数秒経ってねこう再びね映った時にはほら見てください、もうねさっきと比べて全然ねお皿の中なくなってるんですよね。まあ、ラスカルさんとガリさんの残りね10分スタート組、まあ、現在ねラスカルさんが1皿
さら弱リードされてるんですけど、ね、これで、ね、別にガジェさん全然遅くないです。今ねあのガジェさんもね48巻完食されたんですけど、まあ、経過時間は食べ始めから約2分半、2分半でねあの24皿分の皿食べてるんですよ。まあ、回転寿司一緒に行ってちょっとトイレ行ってくるわって言って帰ってきたらもう24皿積み上がってるんですよ。もう冷静に考えたらガジェさんもね相当ぶっ飛んだスピードをしていることがわかると思います。もうね空間が歪んでるんですよ。ここおかしい。もうよくね大食い動画の見過ぎで感覚麻痺した皆さんならとかね僕ネタで言ってますけど、まあ、正直ねこんなん見続けてたら感覚バグり散らかすに決まってるんですよ。大食い動画内で言うのもなんですけど、まあ、容量と用法はね守って、まあ、くれぐれもね大食い動画見過ぎないようにしましょう。さあちょっと話を変わってね全体の様子なんですけど、まあ、お互いのチーム9皿で拮抗してますね。ラスカルさんがガジェさんに対し約1皿分リードしてますが、エビマヤさんが黄色ヤクモリの沼にとらわれて速度ダウンしていた影響でシノケンが奇跡的に1皿リードできているためトントンとなっております。まあ、しかしねまだ残り5分でね最終兵器の方たちも投入されますから全然ね勝負わからないですね。ちなみにね今回卵が一番きついって話したんですけど、まあ、逆にね一番楽な寿司ネタはねホタテでしたね。てかねホタテに限らず貝類っていうのは寿司ネタの中では一番イージーです。まあ、理由はね単価の高さゆえネタがね小さくなりがちなのと、まあ、ヘルシーなんでね、まあ、あんまりね胃がしんどくならないからですね。まあ、結構ね噛み切れずに苦戦するイメージもあるんですけど、まあ、ガチの寿司屋とかならまだしも回転寿司ぐらいのネタの大きさならご利用し聞きます。まあ、なんでね皆さん、まあ、人生で一度はねこうお寿司何貫食べられるかチャレンジ、まあ、やられた経験あるかと思いますけど、まあ、もしね苦手とかじゃなければ騙されたと思って貝類攻めてみてください。まあ、2、3割ぐらいね下駄吐くことができると思います。さあそしてついに残り5分ここで短距離適正 S バケモンクラスの早食いスキルを持つ A チーム山上さん B チーム神山さんが参戦されます。この時点での残りお皿数は両チームともに7皿もう非常に拮抗した激アチな展開となっております。さあこの残り5分で参戦された山上さんと神山さんも早食いで日本でね1、2を争う方々なんが、まあ、どんぐらいヤバいかなんですけど、こうやって話しているうちにお皿一つが溶けてなくなるぐらいヤバいです。もう最初のさ40秒で24巻なくなるの一周回って手品でしょ。で、まあ、速度はねもうご覧の通りなんですけど、まあ、100巻近くの早食いしていることからも分かるようにキャパも結構あります。まあ、普通ね早食いって言ったら、まあ、牛丼1杯とか、まあ、ラーメン1杯とかを、まあ、何秒で食べれるかとかだと思うんですけど、まあ、この方たちはねもう 2,3 キロ程度ならこの意味不明な速度のまま食べきりはります。まあ、そうこのね歪んだ空間における短距離っていうのはね、まあ、3キロなんですね。まあ、例えばみんな大好きペヤングギガマックス、まあ、通常のペヤング4個分の量であるこの商品は、まあ、普段からね結構食べる方でも、まあ、1人で完食するとなると1日コースを確保しなければならないほど、まあ、ボリューミーなカップ麺なんですけど、まあ、この方たちは40秒で食べきります。40分ではなく40秒です。まあ、何言ってるかわからないと思うんですけど、まあ、実際ねこの動画上がってるんですけど、まあ、見てもね何が起こっているのかよくわかりませんでした。まあ、ちなみにね普通サイズのペヤングなら5秒で消えます。もうこの人たちねもう早食いで種も仕掛けもないマジックできるんちゃうかな。カップ麺の容器顔面と密着させて5秒経ったら中身消えてたらもうそれマジック通り越して怪奇現象でしょ。さあそしてここで山上さんと神山さん同時にお寿司72貫を完食。 A チーム B チームともに残り3皿となりましたと思ったらラスカルさんがここで完食120貫、 B チームが残り2皿になりました。ここで B チームが一旦リードしますがすかさずガジェさんが96貫完食で A チームも追従、両チームともに残り2皿となり勝負は最終局面へともつれます。まあ、今回ね自分の食べるお寿司がなくなった場合他の人のサポートをしてもいいルールなんで、まあ、一気に、ね、勝負がつく可能性があります。
さあ96巻を食べ終えたガリさん、山上さんのサポートに入り、今山上さんのお寿司がなくなりました。そしてシノケンのお皿も残り1巻、それをしっかり飲み干して、 A チームお寿司360巻完食、13分37秒、勝負は A チームの勝利となりました。しかし B チーム手を止めず、15分以内の完食を目指します。最後ね、残った卵のお寿司、今回のラスボスともいえる黄色い悪魔に3人でね力を合わせて立ち向かいます。まあ、ちなみに余談なんですけど、この勝負ね、本来は15分でどっちがより多く食べられるかの勝負だったんですけど、まあ、両チームのパフォーマンスがね、運営の想像以上で、まあ、どっちのチームもね、時間内にお寿司がほぼほぼなくなりそうになったんで、まあ、急遽ね、360巻先に食べた方が勝ちの形式に変更となったという裏話があります。大食いを決定戦とかでは稀によく見る光景ですけどね、まさかなんか自分が参加している戦いで起こるとは思わなかったですね。さあそしていよいよ残り10秒、 B チームは無事時間内に食べきることができるのか。5、4、3、2、1、よかったですね。よかったです。ドラマチック見てて超面白かったよ。さあ始まりました、最強の男たち、マックス鈴木選手、川財布選手、丁寧木下選手の3名によって繰り広げられる牛丼大食い対決、三つどもえ頂上決戦。ルールはね、非常にシンプルで、制限時間20分以内に牛丼1杯 350g を何回食べられるかを競うものなんですけど、なんだこのペースは。まだ開始1分経ってないに、丁寧木下選手、マックス選手、そして川材る選手もね、続けて一杯完食しちゃいましたね。制限時間20分って、まあ、確かにね、長くはないですけど、さすがにこのペースおかしいでしょ。普通の方たちなら、もうこのペースで食べ始めたら、おいおい、あいつ絶対後半でバレて死ぬわって思うんですけど、この方たちならこのペース維持したまま20分走り切りかねないのがね、怖いところですね。さあ先ほどね、食べた牛丼の配送機、シンプルなルールとお伝えしたんですけど、まあ一つだけこう特殊な点がありまして、それはね、生卵の使用が認められているというところ。まあ、これはね、任意で使用可能なんですけど、まあ、使うと速度が上がる反面、総重量に換算されないため、まあ、単純にね、同じ配数でも食べる量が増えてしまうというメリット、デメリットがあります。まあ、卵1個あたりね、まあ、M サイズだとしたら大体 50g なんで、まあ、生卵を使用した場合、1杯あたりの重さは大体 400g。まあね、1杯で比べるとそんな大したことないように見えるんですけど、まあ、これがね、10杯も積み重なると、卵あるなしで総重量 500g で、牛丼 1.5 杯分近くの差になるんで結構でかいです。まあ、当然ね、ペースが落ちるのも早くなるんで、まあ、そのペースの落ちを考慮したとしても、20分後に卵を使った場合の方がいっぱい食べられるなら、まあ、卵使う方がいいですし、まあ、そうじゃないならね、こう卵なしにコンスタントに食べ進めた方がいいということになります。まあ、そこのね、判断が難しいんですけどね。ちなみに今回の3選手のを見てみると、まあ、丁寧木下選手と川材る選手はもう最初のタイミングで全部の配数に対して卵全突破ですね。で、マックス鈴木選手は、まあ、最初にこう卵は入れずに、まあ、途中必要に応じて投入していくスタイルみたいです。まあ、この時点でね、すでに卵の使い方が分かれていて面白いですね。まあ、ちなみに先ほど申し上げたように、まあ、卵のね、重量っていうのは、これ総重量に換算されてないんですけど、実際に、ね、550g あるんで、まあ、この方たちが食べている実際量っていうのは、この表示されているね、350g かける配数分ではなく 400g かける配数分、さらにね、プラスアルファで水とかも入ってくるんで、このね、今表示されている量だけでも十分おかしいんですけど、まあ、実際に胃に入っている量っていうのはね、これよりはるか上という異常事態が起こっております。さすがね、これ頂上決戦といったところですね。
さあ言うてる前にね、開始5分経過、マックス鈴木選手と川平選手がほぼ同時に5杯目を完食、そして丁寧木下選手が6杯完食しており、一歩リードしている状態です。みんなね、こうコンスタントに1分1杯ペースで切ってるのやばすぎるんですけど、まあ、その中でもね、丁寧木下選手が今のところ抜けて早いですね。これ結構ね珍しくって、まあ、丁寧木下選手って大食い王の時とかでもね、先行して逃げ切るというよりは、結構ね最初はスロースタートで、中盤以降は周りがペース落ちる中、一人だけ同じペースで一生食べ続けて勝つってパターンが多かったんですよね。まあ、それはね YouTube 始められた最近でも一緒で、まあ、基本的にねご自身で上げられる動画も1時間ぐらいでこう10キロ以上食べるっていうザ大食いって感じのチャレンジが多かったんで、まあ、そこまでねハイペースで食べ進めている動画っていうのはほとんどなかったように感じます。まあ1時間10キロもね1周回ってハイペースなんですけどね。だからまあ制限時間20分だとね、ちょっと実力完全に出し切れずに終わって、やっぱね45分とか1時間とかじゃないと、まあ、丁寧木下さんのねいいところ出ない、強いところ出ないよねって感じになるかと思っていたんですけど、全然違いましたね。制限時間20分にしっかりと順応され、明らかにね、勝ちを見据えて立ち回っておられます。今までとはね、確実に何かが違いますね。圧倒的なキャパゆえ、制限時間内にただひたすら黙々と食べ進めるだけでもね、十分強かったのに、こんな動き方をされたらね、もう対戦相手としてはたまったもんじゃないと思います。これはね、いよいよ面白くなってきましたね。さあ、言うてるそばから木下選手10杯目完食。そしてマックス鈴木選手も8杯目を完食され、木下選手をね、川平選手とマックス選手が追う展開や、開始から8分30秒経った現在も行われております。まあ、ちなみにね、今回川平選手は水をなるべく飲まないように立ち回ると対戦前におっしゃられていました。まあ、実際ね、ここまでほとんどね水を飲んでおらず、まあ、正直僕としてはね、よく牛丼水なしでここまで食べられるなって思います。まあ、僕はね、あんまりね水普段大食いするとき飲まない方なんですけど、いや卵あるとはいえね、このペースははっきり言って異常です。ちなみにね、節水するメリットデメリットは、だいたいね、こう卵使うか使わないか問題と似たようなものがあって、まあ、メリットはね、もう食材を早く下に落とせるところですね。まあ、基本的にね、大食いって食べ物がしっかりとこう胃袋の下に落ちきってから次食べないと、だんだん詰まってくるんですね。まあ、ここで言う詰まるっていうのは、おにぎりとかをこう腹減ってる時にね、慌てて食うと、まあ、胸のあたりに突っかえて苦しくなって、思わずゴリラみたいにドラミングしてしまう、あの感覚のことを指します。皆さんも一度は経験されたことあるんじゃないでしょうか。まあ、コンビニおにぎりとか冷えたおにぎりとかだとね、ちょっと発生率上がりますよね。まあそこまでね激しくはないんですけど、まあ、あの感覚の軽度な感じ、胸のあたりがモヤモヤする感じが発症します。まあ、これってね、食道に食べ物が渋滞しているから起きるんですけど、まあ、当然ね、そうなるとだんだん食べ物が入らなくなってくるんですよね。まあ、しかも一度詰まるとリカバリーにめちゃくちゃ苦労するんですよ。まあ、多分ね、この競技中に起こるとほぼ負けが確定します。だからね、そうならないために、本当は食べ物がしっかりと胃袋に落ちたのを確認してから次食べ進めるのがいいんですけど、まあ、そんなね、ゆうちょ銀行してたら、まあ、これはね、これで勝てないじゃないですか。まあ、そこで登場するのがお水です。お水茶素で食材に水分要素を加えて流れやすくして、下に落ちるまでの時間、胃袋に到達するまでの時間を早くします。まあ、胃袋に到達するまでの時間が早まれば、次の食材を口に運ばれるまでのね、このクールタイムも短くなるんで、ペースが上がるわけですね。まあ、以上がね、水を使う場合のメリット。じゃあデメリットはというと、もうこれはね、説明するまでもなく胃のキャパ圧迫です。まあ、先ほど説明したように、まあ、水で食べ物流すっていうよりは、まあ、食べ物にね、水分含ませて飲み込みやすくするような感じなんで、まあ、実はね、こう上手い人ほど水飲む回数自体多くても、意外とね、1回あたり使う水の量は少ないんですね。まあ、ただ、まあ、それでもやっぱりね、8キロとか9キロとかちょっと食べる量がおかしいんで、まあ、チリツモで、まあ、水も1リットル2リットルいっちゃうんですよ。だから当然ね、やっぱ水を飲んだ方がペースが落ちるのは早くなります。で、これらを踏まえた上で、まあ、川材さんが水を飲まないという選択肢をされた話に戻るんですけど、まあ、この影響がね、出るのはこれ以降の後半戦だと思います。
川崎さん節水されてる影響で、まあ、スピードマックスまでね出てないと思うんですけど、まあ、その分ね同じ杯数と比べた場合食べてる量はね丁寧木下さんよりも少ないです、まあ、だからねよっぽど元々のキャパに差がない限り、まあ、丁寧木下さんの方がね先にペースをしてくると思うんですよね、まあ、それがどのタイミングで来るのかが重要、まあ、もしね木下さんが早めにペースを落ち始めたら、まあ、そこからね川崎さんがまくって勝つ展開になりますし、まあ逆にねあの木下さんが201分ギリギリまで粘ったり、まあ、ほとんどペース落ちずに完走しきった場合、まあ、川崎さんがね差し切れず木下さんが逃げ切り勝利する展開となります。いやこれはねもう相当熱い戦いですね。ちなみにマックス選手はね今回ちょっと調子出てないですね。まあ正直大食いではよくあります。あのスポーツとかやってたことある方ならね分かると思うんですけど、やっぱね調子出る日と出ない日あるんですよね。自分としては同じ感じでやってるはずなのに、あれはなんでなんでしょうかね。まあ、しかもね我々普通に過ごしててもなんかめちゃくちゃ食欲ある日と全然食欲湧かない日があるように、まあ、本来ね大食いの調子っていうのはねもう日によってめちゃくちゃブレます。まあ、僕もねこのレベルより圧倒的に下の位置でいつもブレてます。ただねあの普段出してる動画って自分のねあの好きなタイミングで撮影できるんで、まあ、基本的にねあの調子いいタイミングでいけるんですよね。まあ、だからあのこの調子のブレっていうのは、まあ、普段の動画ではあんまり目立たないんですけど、まあ、今回みたいなこう日程決めてこう複数人で揃ってやる場合だと、まあ、こう調子のえりすぐりとか言ってる場合じゃないですか。なんで下振れを引いてしまう日もあります。まあね3戦やって3戦同じ結果ならまああれなんですけど、多分ね変わってくるとは思うんですよね。なんでまたぜひ同じメンツ、なんならさらに最強メンバー加えてやってもらえると嬉しいですね。僕が見たいだけっていうのは内緒です。さあそしてここで川崎選手が14杯目を完食し、ここに来てついに丁寧木下選手に並びました。まあ、すかさずね丁寧木下選手を15杯目を完食で引き離しますが、確実に差が縮まってきてます。木下さんね14杯目入ったあたりからペースが徐々に落ち始めてます。まあ、落ち始めたって言ってもね15杯目完食にかかっている時間1分40秒なんで、まだ全然早いんですけどね。牛丼1杯2分以下って普通の人ならもう早食いレベルです。牛丼だけでね卵込み6キロ以上食べてこのスピードが出てるのも、まあ、これがねちょっと遅く見えてしまうのもおかしいです。さあ残り時間も3分を切りました。序盤から飛ばしていた木下選手が逃げ切るのか、水を耐え忍び足を溜めていた川崎選手がまくるのか、最後の最後まで目が離せません。さあそして川崎選手がここで15杯目を完食、また再び丁寧木下選手に並びました。さあ残り時間2分を切り、川崎選手驚異的な追い上げを見せております。さあそしてこのタイミングで丁寧木下選手を16杯目を完食、ここに来て再びペースを上げ始めました。これは話が変わってきます。どこにあるんだその体力は。しかし川崎選手その再びペースの上がった木下選手をさらに上回るペースで食べ進めております。明らかに6キロは食べている人の挙動ではありません。そして川崎選手ここで16杯目完食、残り1分にして3度目木下選手と並びました。今度は捉えきれるのか、丁寧木下選手も勝利への執念を見せ最後の力を振り絞り決死の猛攻をしのぎます。正直ねこのバケモンみたいなペースの追い上げにすでに5分近く耐えている木下選手もおかしいです。さあそして残り30秒を切り、杯数はまだ17杯目で並んでいます。もし杯数が同じだった場合、残った器の重量で食べた量が決定。しかしここで丁寧木下選手が17杯目を完食、そして残り10秒を切りました。これは木下選手が勝つのか、おっとここで川崎選手も完食、川崎選手も完食、最後わからなくなってきた。大丈夫ですか。ああ、すみません、ごめんなさい、ガチャッと返しちゃった。定期対決、制限時間10分、5秒前、5、4、3、2、1、始め。
さあ始まりましたステーキ大食いバトルロイヤルです。ルールは非常にシンプル、制限時間10分以内に一皿 300g あるステーキをより多く食べた人が勝利です。これまでのガオっていうのは早食い対決を除き全てチーム戦で、個人によってね食べる食材や時間が異なったりするなど何らかのギミックがあったんですけど、今回はね参加者全員が個人で競い合うバトルロイヤル形式、さらにギミックなしなんで本当にね各個人の実力がそのまま結果に反映される戦いになりそうです。さあ、そうこう言っている間にドラコさんが一皿目を完食。ラップタイムは約40秒、 300g のお肉が長めの報告ぐらいの時間で消えていきました。そしてドラコさんに続きマックスさん、そしてゾウさんも続きます。ちなみに今回のお肉はなんとサーロイン様、さらにね低温調理で柔らかくしてあり、カットもあらかじめされてるんで、お肉にしてはね比較的食べやすい方ではあるんですけど、それでもやはりただただ口に運んで飲めばいいおなじみのラーメンやカレーとかと比べるとある程度の大きさがあって、咀嚼や演技が必要な分難しい食材になってきそうですね。さあ、そしてねこの時点で約1分30秒が経過。キング山本選手も一皿を完食に、全員が一皿出揃った状態となりました。って言ってる間にねマックスさんとドラコさんが2皿目完食されましたね。1分40秒とんでもないタイム。そしてゾウさんもまたまた続きます。序盤のトップ争いはこの3名がねしのぎを削っている状態ですね。キング山本さんと丁寧木下さんは後ろで様子を伺っている状態なんですけども、制限時間が今回ね10分と短めなんで、これ以上差をつくのは避けたいところです。そういやね先ほどルールは非常にオーソドックスと申し上げたんですけど、出場者の方はね今までにない組み合わせですよね。丁寧木下さん、キング山本さん、川ザイルさん、マックス鈴木さん、ドラコさん、ゾウさんと綺麗に世代が分かれてつながっています。ここまでね広い世代にわたって集まってフードファイターが対決する様子は今までのテレビでもなかなか見られなかった光景じゃないでしょうか。私シノケンもねゾウさんとは同世代ですけど、丁寧木下さんとかねキング山本さんがガチンコで戦ってらした時代って、僕がね大学1年成り立てたのは花垂れ小僧の時だったんですよね。そんなねレジェンドとも呼べるお方たちがもうね目の前で食べてるってだけでも大興奮です。よくねネットでは歴代大食いファイター誰が最強なのか論争みたいなのがあるんですけど、当然ね活躍した世代も違いますし、ルールや環境もね今と昔じゃ全然違いますんで、あくまでも机上論で終わってたんですよね。それがひょっとしたら机上論じゃなくなる時代が来るのかもしれません。僕もねすぐね漫画とかソシャゲのキャラの最強ランキングとか開いちゃうぐらい最強論争とか大好きな脳みそ週刊少年ジャンプ男なんで、今からワクワクが止まりません。あわよくばねその最強論争に加われればと思ったりもしますけど、まあねもう今はヤムチャですね。毎回実況解説と言いつつ半分ぐらいツッコミになってしまってます。さあ、そのツッコミじゃなかった実況解説に戻るんですけど、現在4分ちょっと経過。マックスさんがトップで4皿、後ろ20秒ぐらいの差でゾウさんとドラコさんが追う展開になっています。4分で 1.2 キロ、みんなだいたい1皿1分ぐらいのペースですね。ステーキであることを考えると意味がわからないスピードです。別にステーキじゃなくても意味わかんないスピードなんですけど、いやほんとね、ステーキって割とね、ラーメンとかと並んで大食いチャレンジのシンボルというか、大食いチャレンジといえばこの食材みたいな感じで、ハードル低くてね、親しみやすい顔してるんですけど、もうめっちゃくちゃ難しい食材なんですよ。めちゃくちゃ難しいのに、ちょっとね、大食い自信ある人やってみいひんかーみたいな感じで、もう2キロぐらいのね、チャレンジがね、まあまあ全国の各地であるんですよね。その結果、パッと見重量だけ見たら少なく、なんかいけそうな気がするこのチュートリアルの皮をかぶったクロウト向けチャレンジに挑み、返り討ちの憂いが全国各地で報告されました。しかもねステーキって失敗料金高いからね、お腹はパンパンで8切れそうになるのに財布はガリッガリになるっていう、皆さん初見のチャレンジは絶対ラーメンとかカレーみたいな食べやすいやつにしましょう。でなんでステーキが難しいかなんですけど、これはお察しの通りね、やっぱね咀嚼とか演技力が必要な食材っていうのはねハードになる傾向があるんですよね。もうこれはね全宇宙の食材共通で、揚げ物とか生野菜もかもそうです。こういった食材ねちょっとお腹が膨れ
るとカレーとかラーメンといった飲み物食材と比較し肋骨にペースが落ちます。大食いチャレンジで真っ先に食べる必要があるのもこれが理由です。まあ後に残したらねもう腹パン状態で退治することになるんで無限に時間が奪われるんですよね。こんな感じでステーキっても食材としては最高ランクに難しい食材なんで、まあ、10分とはいえどね、まあ、早いのは本当に最初の 1,2 分程度。絶対全然そんなことなかったですね。なんやこの疾走感は。5分超えても全然ペース落ちる人いないっけ。いや本当ねこれおかしいんですよ。皆さん冷静に考えてみてください。 300g のステーキが1分経ったら消えてるんですよ。まあ、こんなんね普通の人から見たらね怪奇現象でしょう。もう全員がねレベル高すぎて気づかない異常事態が発生しております。さあここでマックスさんが7皿完食。ついに後続との差が2皿にまで広がりました。残り時間を考えるとねここからまくるのはなかなか骨がいりそうです。いやーしかしマックスさんこういうね食べ方の技術がタイムに響いてくる食材本当に強いですね。これはねやはり経験の差が大きい気がします。まあ、その中でもおそらくネイタンズ、ニューヨークで行われる世界一の知名度を誇るこのホットドッグ大会に出場された経験が本当にね今のマックスさんを強くしている気がします。まあ、大会に向けてねいかにホットドッグを早く食べるか限界まで修行を重ねたことによりもうね一口あたりの食材の大きさその大きさにするまでの咀嚼などといった過程そして、ね、飲み込むときに口に入れる水の量もう全てがねマックスさん自身の中で最適化されてるんですよね。食べる動作の連動が異常に高いハンターハンターのネテロ会長みたいです。まあ、普段はねあのカレーとかラーメンといった比較的食べやすい食材での大食いチャレンジとか大食い対決が多く食べ方よりも演技力勝負になるんであんまり目立たないんですけど、まあ、ちょっとね成功法だと難しいイレギュラーな食材ではその差が本当に顕著に出ます。まあ、多分ね今回同じ10分の短期決戦でも、まあ、カレーとかねラーメンなら、まあ、全然ね展開変わってたと思うんですよ。逆にホットドッグでもやろうもんなら、まあ、マックスさんが今よりもぶっちぎっていた可能性は高いです。まあ、マックスさんね短距離中距離長距離全てをこなせるオールラウンダー的なイメージを持たれている方も多いと思いますし、まあ、実際そうなんですけど、まあ、この方はね全距離の適性が高い上に食材に関してもオールラウンダーです。まあ、一応ねご本人パスタが大の苦手とおっしゃってるんですけど、まあ、そもそもねパスタという食材自体が凶悪すぎますし、さあそして9分経過依然としてマックスさんが2皿リードして残り1分を切りました。後に続くのはゾウさんの7皿その後ろを1皿差でドラコさんが追います。そしてね木下さんがね6皿でドラコさんに並んできましたね。さあここでゾウさんが 2400g で8皿を完食。残り約30秒ここからマックス鈴木選手を超える展開はあり得るのか。そしてドラコさんと丁寧木下さんも残り最後ラストスパートを勝負をかけてしのぎを削っております。さあこのルールでは最後抑え残った分まで重量にカウントされるんで最後の1秒まで勝負がわからない展開。残り10秒となりました。勝負やいかに。9 8 7 6 5 4 3 2 1終了です。はい、毎度おなじみ天の声です。今回紹介するのは薄毛治療のプロフェッショナル神話クリニックさん。あの大食いファイターのマックス鈴木さんも自毛植毛手術を受けられたクリニックさんで見事髪の毛を手に入れた後さらなる増毛を求め2度目の手術も受けられるそうです。自毛植毛の効果で変化が一目瞭然。少しでも悩んでる方がいらっしゃいましたらぜひ無料のカウンセリングからでも相談してみてください。薄毛治療の神話クリニック。程よいところで、あ、はい、そのテーブルに落ちて食べても大丈夫ですけど、一応、はい、食べ物の並びであればあれですけど、はいはい、テーブルであればね、はい、大丈夫ですか。じゃあ、いきます。ストップ忘れないように、はい、集中。いきます。はい。
さあカレー1キロ早食いマックス鈴木チームトップバッターはガジさんです。まあ、これね自分でやってみて思ったんですけど、まあ、意外とねカレー1キロ多いんですよね。そんな中で1分が当たり前で30秒超せるかどうか勝負とか言われてたんで、改めてこのメンツはレベルがおかしいんだなと思いました。まあ、さらにねガジさんはトップバッター、食べ方はねまだ机上論でしか語れない状態で、まあ、お米とかルーの硬さ、米とルーの比率などはこの時ね初めてわかるんですよね。まあ、アドリブ聞かせつつ食べていくことが求められるんで、非常に立ち回り難しいかと思います。まあ、逆にねこれに続くメンバーはこの戦っている様子を見たりガユさん本人から聞く情報でさらに作戦を洗練させていくんですね。トップバッターはタイムを目指すのはもちろん、それ以上に実際食べてどうだったか正確にチームに伝える能力が要求されそうです。さあガユさんここで完食、タイムは51秒25、完食タイムは 30g 以下なので完食タイム51秒25はそのまま記録となります。さあラスカルチームトップバッターはゾウ三泊選手、大食いファイターとして有名な彼ですが、早食い能力も非常に高い水準で兼ね備えています。まあ、ゾウさんの作戦としてはまず最初上から食べる際はある程度こぼれても大丈夫な中心付近を攻め、ある程度量が少なくなったら横スライドに移行してラストスパートをしていくスタイル。このスタイル自体はね、まあ極めて一般的なんですけど、とにかくスピードがやばいですね。誰だけあったカレーがもうすでになくなりそうだ。まだ30秒しか経っていない。ここで完食、タイムは31秒40。ここで多少有利だったとはいえ相手チームへ約20秒もの差をつけました。さあそして食べ残しグラム数は 21g と、こちらの調整もバッチリです。完食タイム31秒40、そのままが記録となり大きくラスカルチームリードする展開となります。さあラスカルチーム2番手はドラコ選手。ドラコ選手の作戦はね、魂のオール横スライド一択です。まあ、これねオール横スライド戦法、速度は全ての食べ方の中でもぶっちぎりで速いんですけど、とにかくこぼれやすいんですよね。なんでさっきのゾウさんみたいに普通はねある程度量が減ってからしかやらないんですけど、ドラコさんはお皿にパンパンに詰まった状態から横スライドを決行しております。これね豪快な見た目とは裏腹にかなり繊細なスプーンさばきが必要ですね。さあドラコ選手完食、なんと今大会初30秒を切ってきました。さあ食べ残し量は 45g、 25g から 10g につき1秒ペナルティが加算されるんで、正式なタイムは29秒33。ただしこれでも30秒を切ったタイムで現在トップの記録となっております。さあここでマックス鈴木チーム2番手として登場、私スーツ男。まあ、正直ね最初はさ1分切ればね御の字かなって思ってたんですけど、なんか周囲を見ると普通に30秒前後連発されてるんで穏やかではなくなってまいりました。作戦はねあのゾウさんのものと同じなんですけど、ちょっとねスピードが違いすぎますね。もう完全に劣化ゾウさん、フライゴンとガブリアスの関係になっております。いやこれでもねあの昔の地元の小学校ではもう毎回クラスで一番感触早くておかリムソをしていたはずなんですけど、この場に来ると胃の中の蛙であったことを痛感させられます。さあそして完食タイムは36秒25。一応これ私の人生の中で自己ベ記録なんですけど、食べ残し量 72g なんで5秒ペナリー、正直に焦りすぎました。さあラスカルチーム3番手はエビマヨさん。エビマヨさん早食いが得意というよりは食べるスピードの平均自体が速いタイプですね。だからなんかラスカルさんチームのメンバーの表情が完全に保護者モードになっているのを笑います。まあ、運動会を見守る父母の顔ですよこれは。まあ、そんなねエビマヨさんの戦法はまさかのドラコさんと同じ魂の横スライド戦法。ただねドラコさんよりはストローク短めで、ドラコさんがワンストロークでほぼ一列一気にかっさらっていったのに対し、エビマヨさんはお皿の半分ぐらいのストロークで安定感を上げている印象です。さあこう1点で頑張れエビマヨさん、見守るラスカルさんチーム、そしてここでフィニッシュ。
タイムは41秒55。そして食べ残しグラム数が 30g、 ジャストでギリッギリペナルティー0秒41秒55はそのまま記録となります。これすごくないか。マックスさんチーム3番手は丁寧木下選手。木下選手の早食いに関してはもう完全に未知ですね。まあ、正直ね、私マックスさんチームにいたんですけど、まあ、自分たちのチームですらもう全員がね、あの木下さんの早食いの実力全然分かんなかったっていう、ね、だからチームとしてはもう隠し玉というよりは鬼が出るか蛇が出るかって感じでしたね。まあ、ちなみにご本人はずっとお腹が空いているので大丈夫とおっしゃってました。まあ、それなら大丈夫でしょう。もう空腹あれ最高の調味料ですからね。さあそしてここで丁寧木下選手フィニッシュ。タイムは42秒05。ちょっと終盤手こずっちゃいましたね。そして食べ残し量は 28g と 30g 以下で、この42秒05がそのまま記録となります。俺が相当飲みやすい、相当飲みやすい。さあラスカルさんチーム4番手は川ザイル選手。川ザイルさんね、昔てか2年ぐらい前まではね、あんまり食べるスピード速くなくて、まあ、本当にね大食いとかって感じだったんですけど、もうここ最近ねガオのメインルール制限時間短めの大食いという高速環境に適応する過程で、もう全体的にめちゃくちゃ速くなってるんですよね。僕なんか1分以内の早食いが唯一ワンチャンあったルールなのに、それすらなくなり無事に完全介護完となりました。本当にありがとうございます。さあ川ザイルさん完食、30秒93、早すぎでしょう。これには思わずラスカルさんチームもにっこりです。さあ食べ残しグラム数は 33g、 これギリギリね1秒加算の範囲なんでちょっともったいなくあるんですけど、それ込みでも完食タイム31秒93と非常に好記録となりました。さあマックスさんチーム4番手はキング山本選手や大食い界のレジェンドがこんなねお祭り感覚のカレー1キロ早食い大会に参加される様子を一体誰が想像できたでしょうか。まあ、ちなみにね例のごとくマックスさんチーム全員がねこう丁寧木下さんの時と同様キングさんの早食い能力全くね把握できてなかったです。相手チームの出方予想する前に自分のチームメンバーの実力予想してましたからね、うちのチーム。まあ、僕はともかく、まあ、世代が近いマックスさんすらご存じなかったんで、キングさんの早食いの機会自体がね非常にレアだったのかもしれません。さあそしてここでフィニッシュ、38秒51。大食いだけでなく早食いもかなり早いですね。さあ食べ残しグラム数ですが 31g、 この 1g1 秒加算はもっともったいないというか、まあ、運が悪いですね、これは。事故です。39秒51が、キング山本さんの記録となります。よし。さあラスカルさんチーム5番手は神山選手。ついに来ました、日本トップクラスのフードファイター。このゼロ距離で食べ始めるのがね神山さんの代名詞ですね。最後に出てくるかと思いましたがこのタイミングの登場です。まあ、作戦自体はねゾウさんや私やむちゃと同じ、最初真ん中すくって、まあ、少なくなってきた横スライドなんですけど、ぶっちゃけ早すぎて意味がわかりません。22秒69、ここまでのタイムと明らかに一線を画すタイムで格の違いを見せてきました。そしてあれだけ豪快に食べたにもかかわらず食べ残しグラム数は 26g、 ヤムチャの3分の1ぐらいとなっております。なんでよ。ペナルティは0秒、タイムそのまま22秒69が記録となります。
さあマックスさんチーム5番手は山上選手、やはり神山さんに対抗できるのはこのお方だけだろうということで満を持しての登場です。開始は神山さんと同じゼロ距離密着、このゼロ距離密着で真ん中の彼をできるだけ回収し、量が少なくなったらお皿を持ち上げて横スライド。いやこれね、声で説明するの簡単なんですけど、実際やると本当ね困難ならんです。同じ動作してるはずに全然減らないですからね。さあそして完食タイムは25秒77。ご本人悔しそうな顔をしてらっしゃいますが、限りなく人類の限界に近い値だと思います。さあそして食べ残しグラム数は 41g、 これもあと 1g 少なかった、1秒で済んだんですけどね、運が悪かったです。それでも完食タイムは27秒77と今大会、いや人類の中でもトップクラスの記録となっております。さあラスカルさんチーム、ラストはラスカルさんご本人登場。大将戦がキャプテン対決なのは漫画とかでよく見る非常に熱い展開ですね。そんなラスカルさんの戦法は横スライド、お皿の回転で微調整しつつ我々から見て右側から綺麗にカレーを回収しております。その様子はまさにブルドーザー、まあ、ラスカルさんのスプーンが通った後はもう何も残りません。お皿の上全てを刈り取ったラスカルさん堂々のフィニッシュ、タイムは25秒1。そして食べ残しグラム数は 30g、 ジャストとベストな調整、早食い王たちに並ぶ25秒14という好タイムがそのまま記録となります。全負けしてる、全負けしてるね。さあマックスさんチームラストはマックス鈴木選手、この全員参加のチーム対抗カレー大食い対決、いやこのガオという大会自体を締めくくるラストイートとなります。マックスさんの戦法は横スライド、いやこの大会でも綺麗に真ん中食いからの横スライド派と開幕横スライド派で分かれてるの面白いですね。さあ言うてる間にもうラストスパートに入っているマックス鈴木選手、ここでフィニッシュ、タイムは24秒17。この記録は神山選手に次ぐ第2位の記録となっております。しかし食べ残しグラム数が 49g と思いのほか多く、ペナルティは2秒となります。したがって正式な記録は26秒17。これでもまあ大会で3位の記録なんで十分ぶっ飛んでます。てかラスト4人の密度やばかったですね、人間超えすぎでしょう。